ございました。ちょっとかき氷食べて頭キーンになってるんで、今あったかいお茶いただいたんですけど、楽しいですね。ちょっとあの二人が困った顔を見るのが一番楽しかったですね。次の週も出番いただいてるので、もっとぶちかましてこようと思います。ありがとうございます。ウエイターの金で食うご飯って違うのよ。は？売れる気がする。売れる気がするな、ウエイちゃんのお金で。あなたと私は歩いてる道違うから。多分俺のご利益あったとしてもいらんやろ、別に。たまに欲しいやん、なんか。たまに欲しいからやな。やっぱご利益欲しいよ。もう割り勘しようや、普通に。先輩と割り勘だってそんな。いや、台湾みたいにタクシーとか乗ってくるもんな。おしゃべりマンがさ、お前座って、キャッキャッキャしようが楽しいじゃないですか。ずーっと一緒におったのに、別にもう一人でいいよ、そっからは。どうかさん始まります。よろしくお願いします。おめでとうございました。